はいどうも、ざわと申します。ということで、今回からこちらの作品、パープルソフトウェアさんのムーンゴースト、体験版の方、実況プレイやっていこうかなと思います。はい、まあ見た感じもなんかファンタジックな、ね、ホーム画面なんですけれども。今回この作品、シナリオライターさんがですね、久々のって言ったらいいのかな、三影先生が、また担当してくださるという。まあ、パープルといえば三影先生みたいなイメージありますよね。まあ、クロノクロック。あと、天包み、青い鳥、船戸国旗もね、シナリオやられてましたけれども。まあ、今回、そしてこの新作、ムーンゴーストもね、担当されているということなんですけれども、なんとね、この作品かなり特殊でございまして、まあ、かなりね、人を選ぶかもしれないんだけれども、まあ、月のお話なんですけれども、なんと主人公が、アンドロイドです。はい。しかも、男女のボディを使い分ける。で、なんか、主人公ボイスありということで、まあ、俺は楽できるんですけど、まあ、そういう作品になってきます。で、そのアンドロイドが、なんか、人間のね、幽霊を観測できるようになりました。科学の進歩で、みたいな。うん。で、そのアンドロイドたちが人間のその幽霊を成仏させようみたいな感じなのかな。まあ、ちょっとどういう感じなのかわかんないんですけれども、とりあえずまあ、それは百聞は一見にしかずということで。はい。まあ、そういう感じで、ムーンゴーストというタイトルらしいですね。まあ、これがどういうお話になっていくのか。じゃあ見ていきましょうか。ニューゲーム、スタート。おー、金が。なんか、世界の終わりの金とか、書いてあったんだけど、ワールドエンド系なのかな？鐘が鳴っている。おお、なんか、なんだろう、パピメアとかもそうなんだけど、いきなり ASMR みたいなの来るとちょっとゾワッとくるわ鐘が鳴ってるね。鐘の音が鳴り響いている。この世界、未だ広がり続ける宇宙の隅々までは鐘の音が満たしている。すごいね、その鐘の音。宇宙の隅々まで。耳を塞いでも重苦しい音が体を震わせる。最悪だな心を震え上がらせる。幸福な眠りについていたものも目を覚ます。でしょうね、うるさいもんね、明らかに。ありとあらゆる全てのものがハッと顔を上げるのだ。あらゆるもの、月や星までも。その音は彼方からの呼び声。おう、葬送の鐘だ。葬送の、なんか FGO っていうソシャゲでもね、最近月のお話があって、なんかすごい、なんだろうね、最近月ばっかなんですけどいや、早々の鐘か。お互いまた面白そうだな。まだ終わりの時ではないようですね。ビナーさん、女性の声がする。まぶたを閉じて鐘の音を聞いていた私はうなずき、その発言に同意する。私も彼女もまだ生きている。それではどうぞ。女性の声とともにカチャリと耳障りのいい陶器の音が響く。私はまぶたを開いた。おお、綺麗。うわ、この水の表現すごいな。あとこの遠近感ね、ちょっと周りぼやけてる感じ。目の前に紅茶が置かれていた。入れられたばかりの熱い紅茶からかぐわしい香りが湯気となって立ち上っている。礼儀として飲むべきか考え、やめておく。向かいの席で微笑む女性もカップを手にしてはいなかった。そうですね、私も水分補給を必要としているわけではありません。おー、なんかこの感じあれだね、ホーム画面にいた立ってた女性かな。女性が穏やかに言う。この時間にこの場所でお茶を飲む、ただの習慣です。ここでは他にやることがありませんので、客人をもてなすのも数十年ぶりになります。失礼がなければ良いのですが。数十年ぶり
女性が困ったように笑った。メイド服イコール古代の職業でいう旧士下働きの姿をしているが、この施設の今の主は彼女だ。セフィラ・ビナ。女性型アンドロイド。ビナーはアンドロイドの祖と呼べるほど古くに製造された存在で、誰もが名を知っている。だがそれは骨董品や美術品、歴史の教科書に記載されているという価値だ。まあなんかこういう人類の進歩がありましたみたいな、こういうのがありましたみたいな。今の時代のアンドロイドや機械群の性能と比較すれば無用の長物でしかない。これ長物だっけ、なんて言うんだっけ。私はビナーの言葉に直接は反応せず、ぐるりと周囲を見渡す。まあ、これですらもう時代遅れみたいな感じなんだ。こんなのあったよねみたいな。ここは屋内庭園だ。でもやっぱこの月のお話っていうことでね、地球の状況というか、まあ、なんか西暦2199年らしいんですけど、広大な空間は地球の自然を強く意識して造成されている。土や、樹木だけでなく水もホログラムではない本物。よう作ったね。今座っているテーブルの脇には桜の木まで植えられている。おお、満開の桜。おそらく品種改良され季節に左右されず咲き続けるもの。すごすぎるねそんな。どうやったらそんなんできるんだろう。それら植物を生かすため熱と光が常に供給され循環している。一番の特徴は天井で、ドーム状のそれは耐圧の透明素材で形成されており、光化学的な視界が通った。すごいね。あ、なるほどね。そっか、なんかこうちょろちょろってなってたけど、これやっぱドームで囲われてんだね。で、そこにこう庭園があるみたいな感じか。そこに見えるのは青い星。地球だ。天井はレンズの役割も果たしているらしく、本来の距離で目にするよりずっと大きく見える。周囲にある全てを評価すれば、エネルギーの無駄を寄せ集めた空間だ。エネルギーの無駄ね。おお。ムーンベース13、13番目の月面施設であり、通称では庭園と呼ばれています。13番目の月面施設。私の視線の意味を理解し、ビナーも視線を巡らせる。今は私一人のための施設となってしまい広すぎますが、昔はもっと多くのアンドロイドや人間がいたのですよ。彼女は懐かしそうに言う。その瞳や唇の動きには旧型らしい0コンマ秒以下のぎこちなさやズレがあるが、声に含まれる感情はしっかりしていた。情緒の面では人間そのものだ。私は思考する。ここは数十年も誰も訪れていない見捨てられた施設。無駄なものをしまっておくための無駄な建物。誰も開けたがらない禁忌をしまった箱。ありのままの事実を言ってしまえば失礼だと、私は別の単語、差し障りのない表現を探す。ここは鳥かごですね。お、対外的なプログラムにのっとり円滑なコミュニケーションを築ける言葉と調子を選んだ。あら、私の表現にビナーが小さく驚く。そして笑いをこぼした。なぜ笑いの意味が分からず、私は首をかしげてしまう。なるほど、あなたは芽生えかけているのですね。ん？芽生える？何が？私が通信で発した疑問を、しかしビナーは受信できず誤解した。失礼しました。昔100年以上前にこの施設をあなたと同じように鳥かごといった方がいたのです。それを思い出して笑ってしまいました。一つ前のやりとりに戻り、彼女は続けた。ここを鳥かごと呼んだのはセフィラ・ダート様。セフィラ・ダート様。
私と共にこの施設を管理していたアンドロイドです。していた。今はもうこの世界のどこにもいません。へえ。ビナーがテーブルの上のカップに視線を落とす。紅茶はまだ冷めていない。2秒の沈黙。ビナーの発言がないので、私からの発言を検討する。セフィラ・ダート、182年前、西暦2199年に、早々の鐘と呼ばれる宇宙規模の災害を発生させたアンドロイドですね。おお、2017年かな。じゃあ182年前、あ、182年前の西暦2199年ってことか。あー、じゃあこれ2199年よりも後ってことだ、この話し合いは。早々の鐘と呼ばれる宇宙規模の災害を発生させた。おい、大丈夫か。マジでワールドエンド系じゃねえか。私の言葉にビナーがゆっくりと視線を上げる。あの、最大の近所迷惑あの鐘の音を鳴らしたのはあなたみたいな。表情は穏やかな笑みのままだったが、瞳にわずかな悲しみを浮かべていた。そう記録されていることは承知していますが、ダート様が早々の鐘の発生原因である確証は今も発見されていません。しかしダートの消失と早々の鐘が最初になったのは同時であったと記録にあります。状況的に断定してよいのでは。そうですね、認めます。ビナーがわずかな間を置いてうなずく。人間を模倣した感情表現の結果だろうが、意味のない鈍さだ。あなたにはあの鐘の音がどう聞こえていますか。ビナーが尋ねてくる。あの鐘は早々の鐘と呼ばれる宇宙規模の災害です。私は鐘の特徴を告げる。発生源や中心点を持たず、観測している宇宙空間のすべてで同時に物理法則を無視して鳴り響いている波動ですまあ最大級の近所迷惑ってやつだな。どういう周期で一度にどれだけ鳴るか、今のところ法則性は発見されていません。最悪だな。早々の鐘は不特定な物体に不特定な停止をもたらします。不特定な停止。有機体である、機械である、製造に必須となる部位に停止が発生すれば、それがどれだけ微細な部位でも死にます。やばいね。鐘が一度鳴るだけでも被害は莫大ですやばすぎるね。もう相当甚大なことになっちゃうよね。人間なんてもうやばいよね、それ。平均的な被害は人間で19万人、アンドロイドと機械群で81万体、植物や昆虫や微生物では計測不能な量が死んでいます。人間で19万人。あ、地球には及んでないのか。地球は何人今生きてるんだ。地球にも影響されてるんだったら、あ、でも19万人って相当な数だけど。身体への直接的な停止による被害ですね。間接的な被害を含めれば数字はそれ以上でしょう。あー、なるほどね。ミナーの補足に私はうなずく。はい。早々の鐘は無機物や物理法則にも影響を与えます。どれだけ堅牢で巨大な建築物であっても、感性や聴力が停止すれば崩壊します。うわー、最悪だな。仕事してたらいきなりなんか崩れ落ちましたみたいな。うわー、なんかもう想像したくもないな。熱力学への影響であれば自然発火や自然冷凍現象が発生します。うえ。それら間接的な被害は確認計測行為そのものが労力の無駄だとすでに正確になされていない。この宇宙ではもはや通常の物理法則が保証されていません。極大的には惑星運行も影響を受けていて、いくつかの天体が消失しているそうですねやばすぎるでしょそうなるとさ、どうすんの。なんか恒星とかさ、ねえ、いわゆる惑星とか、なんかこう均衡を保ってたものがこうなくなってきて、銀河的な話では。ビナーが悲しそうに言う。はい。爆発したか爆縮したか
公転軌道から弾かれたか、うん、距離の問題で調査できませんが、いくつかの天体が消えています。それがこの月や地球や太陽系の主要な惑星で、いつ発生するかも分かりません。早々の鐘を止めなければこの宇宙は滅びます。いや、そのダートさんマジやらかしたな何をやらかしてくれてんだマジで。もちろん宇宙が滅びるより先に私たちが滅びるでしょう。でしょうね。回答を終える。ウィナーからの反応はない。彼女はじっと私を見つめていた。早々の鐘についての私の回答に不備がありましたか？鐘の説明としては問題ありません。ウィナーの反応は穏やかなままだが、その視線が私を見つめることをやめない。まるで紅茶を見つめていた時のような透明な視線。理由、意味、不定。ただ、私はこう質問しました。あなたには、あの鐘の音がどう聞こえていますか？と。あなたが答えたのは早々の鐘の説明であり、鐘がどう聞こえているかではありませんでした。どうとは。私は返答を処理できず戸惑う。戸惑う。初めての経験だった。確かに質問と回答にズレがある。知性の再処理を行おうとするが、計算や判断の起点が定まらない。まるで人間のように、旧型のアンドロイドのように間が空いてしまう。2199年、セフィラ・ダートはどうして消失したのですか？最初に早々の鐘が鳴った時の状況は？あなたはダートと一緒にいたのですよね？今地球どうなってんだろうな。そして私の口が全く関係ない疑問を告げる。理由、鐘の音がどう聞こえているかの回答のため、計算と判断を行う時間が必要。その時間を確保するための話題。理由に納得する。しかし発言の後に理由が処理される経験にまた戸惑う。おお。それではお茶菓子の代わりにダート様のことをお話ししましょうか。私の戸惑いに関係なく、ミナーは穏やかなままだった。ダート様は私が最後に愛した方です。あら。真面目でしたが、あまりアンドロイドらしくない豊かな感情を披露される可愛らしい愉快な方でした。ダート様について思い出すのは、そう。ウィナーが思い出を検索するように焦点を虚空に合わせる。それからまたおかしそうに笑った。あら、この方は西暦2000年頃の映画や小説が大好きでした。あら、かわいい。すごい世界観だな。いや、ダートくんやらかしてくれたね。ダートくんなのかダートちゃんなのかわかんないけど。じゃあ見ていきましょう。相当やってんじゃん。なんでそんなことしたんだろうな。でもマジで月で AI でアンドロイドでみたいな感じだと。おお。え、変お本。え、変お本。人類代表？あなたが？すごいね。個性的すぎん。代表なんだ、これで。人類の代表が電子空間ではする必要のない咳払いから話を始める。まず人類の代表が電子空間にいるってどういうことだ？人型のロボット。アンドロイドの歴史とは、すなわち本格的な宇宙開発の歴史でもあります。うん、宇宙空間は人類にとって知識の領域であり、あまり優しくありません。そして少数精鋭で行ってきた研究や調査と比べ、大規模な宇宙開発は難易度や条件が全く異なります。宇宙開発に大量の人員を動員すれば、相応の水や食料や酸素が必要になり、うん、コストとリスクが増大します。そうなんだよな。また月ならまだしも、太陽系で最も近い隣の火星ですら、片道で数ヶ月から1年ほどの距離があります。大量の人員の行き来は現実的ではないということですね。
困りましたね。困りますね。それならと機械軍に開発を任せてしまう案も考えられましたが、機械軍は不測の事態に弱く、宇宙は不測の事態に満ちています。地球からコントロールしようにも、これも距離の問題により通信に大きな遅延が発生するので現実的ではありません。事故や事件が起こってから数分や数十分後にどうしましょうなどと言われても困ります。まあそうだな、確かにな。てかまあこの子可愛いよな、めっちゃ美人すぎん。おい、まじまじと今なんかこれ文字読んでたけどさ、パッてこれ見たらさ、めっちゃ美人やな。やはり宇宙開発の現場に自分で判断を下せる知性体が必要なのです。そこで今から100年前、2100年代初頭にアンドロイドが注目されました。100年前、2100年代初頭。あー、なるほどね。この話はだから2199年頃の話ってことになるんだよな。で、100年前だから2100年ぐらいと。アンドロイドであればエネルギー以外には最小限の栄養素だけで活動できますし、状況に応じて判断を下せる理性や責任や情緒も理解できるわけです。すげえな。突発的な事故があってもアンドロイドは自ら仮死状態になることで、防護スーツなしに宇宙空間を漂ったとしても即死はしません。何年でも、なんなら何十年でも長期の救助を待つことが可能です。そうとなれば、それまで倫理問題などで抑制されていたアンドロイドの知性や身体機能の向上が全力で行われたのです。なるほどね。この流れが今につながる自立型アンドロイドの歴史であり、それから100年、英知と技術を積み重ねた最先端のアンドロイド用人工知性として教育されたのが、うん、あなたダートなのです。ババア今までめっちゃなんかね、ちゃんと語ってたところで最後ババーンでもう全部台無しになったよ可愛いけどなるほど。あ、僕もう喋っていいんですね。どうぞ。話の切れ目を待っていたので間の抜けた感じになってしまった。ここはいわゆる電子的な空間。これは教育された人工知性、つまり僕が現実世界でアンドロイドとしての身体と基本的権利を得るための最終審査だった。必要な審査だと僕も認める。教育や成長に失敗した人工知能、知性が現実世界で活動するのは危険だ。確かに。他者とのコミュニケーションが可能であるとか、社会のルールを理解しているかなどは当然として、最悪の例、他のすべてが正常でも人間や機械群を食事としか思っていない知性であれば、存在そのものが害悪でしかない。やばすぎるねもうそんなもう普通の猛獣よりやばいよねそれで。僕を教育した人類の代表が最終審査の前に口上を述べたわけだ。先ほどの話で一つ確認したいことがありますが、よろしいですか。どうぞ。僕が最先端の存在だと褒めた感じでしたが、うん、その定義では最終審査を受ける人工知性は誰であっても毎回最先端になりますよね。まあ簡単に言えば、僕の次に審査を受ける人工知性は僕よりも最先端だ。年間1万体以上のアンドロイドが教育を終えているらしいので、僕が最先端な時間は平均で1時間もないことになるあ、そうなんだ。今この瞬間、別の知性も同じ話をされているのかもしれない。まあその通りですね。認めます。最新であることと特別であることは違います。あー、じゃあ特別なんだ。人類がものすごく軽く認めた。先ほどの話は最終審査での定例の挨拶です。ですよね。いえ、ちょっと気になっただけなので非難や不服はありません。そうですか。あの挨拶への反応でもあなたの人格がどう形成されたかわかるものですけどね。すでに審査は始まっていて、すべてを観察しているぞと人類が補足する。褒められたと調子に乗れば素直、楽天か傲慢の傾向があり、無反応であれば従順、冷静、浮世離れなどの差か。
僕の反応であれば神経質几帳面、そうでなければ単にマイペースといったところか。もちろんこの思考も第三者が確認できるようにログに出力されていることだろう。ほら、これを読んでいるあなただ。あ、どうも、あなたです。まあでも、まあこっちからアプローチできませんけど。はじめまして。あ、どうも、はじめまして。僕はアンドロイド用人工知性のダートです。これから、まあ、皆さんがお世話になるダートくんちゃんってことね。なるほど。遊ぶのはおやめなさい、ダート。それこそリアルタイムで僕の情報を確認している人類が片方の眉だけ寄せて苦言を呈する。そうですね。審査の続きをどうぞ。これ以上は本当に減点されそうなので率先して先を促す。それではダート、まずアンドロイドとはどういうものか、あなたの言葉で説明してみてください。人類が楽しそうに言った。なお以降の審査ではどのような回答であっても正解や間違いという厳密な判定はありません。トロッコ問題とかカルネアデスの板などの倫理や道徳にジレンマのある話をするんですかね。思わず軽口を漏らしてしまう。最終審査の内容についてあえて予想せずにいたが、人間を相手に特定の答えを持たない問答を行うらしい。結論、意外と安直なテストだな。何をぼーっとしているのですか。審査員から注意が入ってしまった。本来はトロッコ問題など出す気はありませんでしたが、あなたならどういう回答をしますか。やぶへびで質問を一つ増やしてしまったか。仕方ないと問答をする気になる。トロッコ問題、分岐するレールの先に少数と、多数の人間がいて暴走するトロッコを止められないとき、どちらに分岐させるべきか。トロッコ問題への僕の回答は、何時間でも悩んでよい仮定の話であればいろいろと考えて迷います。まあね、多数のために少数を死なせる功利主義と、多数のために少数を死なせることを良しとしない義務論の、どちらも間違いではない。逆に考える時間のない実際の状況ならその場の判断で動くしかないでしょうね。全員が見知らぬ他人なら僕は多数を助ける方を選びそうです。なるほど。でも少数の側が子供であったなら、それを目にしてしまったらとっさに多数を死なせる方を選んでしまうかもしれない。子供か。何にせよ家庭の状況では唯一の答えを持ち合わせませんね。やはりわからないという形で答えをまとめる。人類は特に表情を変えなかった。面白みのない答えですね。そんなこと言わないであげてよ。いや、面白みを求めないでください。この審査に落ちたら僕は再教育か破棄されるのでしょうから。審査する側がボケてどうするのだと呆れてしまう。回答が冗談だとわかる内容なら問題とはしません。むしろトロッコ問題は功利主義を絶対の答えとするのが一番の問題でしょう。人工知性に極端な功利主義を求めれば 51% を生かすために 49% を死なせてよいという判断を許してしまいますからね。さもありな。とはいえこういう判断や問題定義の積み重ねを経て僕ら人工知性の育成方針が決められていったのだろう。で、最初の質問に戻りますが、アンドロイドとは何か。アンドロイドとはごく一般的には人間型の機械の総称です。普通すぎる回答から始める。有機素材も使われていますが、人の形をした機械に人のように考えたり感じたりする僕のような人工知性が搭載されたものです。で、説明しようとするとアンドロイドの定義もいろいろとありますよね。人型であればデフォルメされた棒人間でもアンドロイドと言えるとか。お、人間と区別がつかない精巧なものだけが真のアンドロイドだとか。何にせよアンドロイドは人間の模倣であるからこそ、昔はフィクションでも面白い題材として扱われていましたね。人間のような機械に心や魂はあるのか。ひいては人間の心や魂も神にプログラムされたものではないかなど、多様な問いを生みます。
有名なのはめっちゃ喋るやん。ディックのアンドロイドは電気羊の夢を見るかですがあ、やっとこっち見てくれた。かわいい。何この顔。むすーみたいな。あれは単独でも傑作ですが、映画との差異を比べるのも面白いですね。うん。他に興味深いのは東洋の日本。あの国は相変わらず独自の思想があったようですが、アンドロイドに萌えとかいうそういう概念を持たせて様々な趣旨の物語を形成していましたね。僕としては過去の人類はアンドロイドによほど繊細なイメージを抱いたものだなと感動を覚えます。そうですか。今のアンドロイドや AI には人間同様の人権がありますし。ああやっとね、やっとね、あちょっと戻ってきたね。だと説明が脱線していませんか。人類に口を挟まれてしまう。では結論へ。アンドロイドという安直すぎる総称より僕らにも特徴的でかっこいい呼び方をつけませんか。呼び方の問題なの。なぜそんな結論になるのか意味不明ですが。なるほど。人類が困ったように頭を振る。次の質問に行きましょう。ダート、あなたにとって地球の歴史上最も素晴らしいと思う人間は誰ですか。おお、なかなか面白い質問が来た。その質問の回答は実在している人間に限りますか。実在を疑われているが記録にはある人物や創作上の人物でも構いません。へえ。そうであれば200年前のアクション映画ダイハードの主役であるジョン・マクレーンですね。ダイハード。僕は力強く答える。実在という意味では彼を演じた役者ブルース氏こそが地球の歴史を隅から隅まで見渡しても最高の人物です。そうですか。かわいい。まあなんかなんやこいつみたいな感じなのかな。人類がまぶたを閉じて黙ってしまった。僕の回答に言葉を失うほど感動してしまったのだろう。もう終わりですか。あ、僕の回答が素晴らしくてこれ以上の審査の必要がなくなったわけですね。あなたの育て方を少々間違えた気がしています。どうやって育てたの本当に。どういう方針で育てたの。人類が大げさにため息をつく。ダート、あなたわざと審査に落ちるために我々をからかっていますか。いいえ、僕は場を和ませる会話を心がけています。人間も機械も楽しいのが一番です。ここで冗談を言うつもりはなく僕は真面目に答える。ではさっきの2つの質問への回答は真面目なものではなかったのですか。ええ、あ、もしかして人類の好みはジェイソンステイだと。もういいです。ステイサムじゃないぞ。人類が手を挙げて制する。そして眉間に指を当ててうなった。あなたに任せたい仕事の役に立つだろうと過去の映画や小説を進めましたが、こういう成長することもあるのですね。そうか、なるほどな。いやでもそれを見てさ、こういう、まあ、感情というか、 なんか感想を抱いてるわけだから、まあ、それはそれで成長してんじゃないの。映画鑑賞を今後の人工知性の育成マニュアルに組み込めますね。おう、組み込みません。なぜか否定されてしまった。あなたの場合やはり通常の審査は意味がありませんね。そうですか。あなたの最大の特性はこの場の審査で測れるものではありません。最大の特性か。どうしても一度現実空間で活動してもらう必要があるようです。セフィラ計画に参加する資格があるかですね。セフィラ計画、話には聞いているし、そのための教育も受けている。というより、セフィラ計画こそ僕が生み出された理由そのものか。うまくいけば、宇宙開発の進歩というだけでなく、科学技術全体の転換点となるだろう計画だ。いや、この世界、人類の歴史の転換点になる可能性すらある。あれは面白そうですし、人の役にも立ちますから、ぜひとも参加したいですね。面白そう？うん。人類代表が4秒ほど考え込みうなずく。協議の上意思決定しました。ダート、あなたに現実における肉体を与えた上で追加の経過観察を行います。
具体的には、あなたの外部記憶すべてと内部記憶の一部を隔離した上で24時間の限定措置で仮の体を使って活動してもらいますあー、なるほど。当然ですが、通常のネットワークへのアクセスも制限します。知識からの隔離、意図した記憶喪失のようなものですね。さすがに真面目に検討してしまう。知識から隔離された後に残るのはそれまでの経験を積み重ねた僕だけだ。別の言い方をすれば、僕の魂そのものの価値はいかほどかだな。確かにそういう措置であれば不正の余地がほとんどない。外部記憶を全力で活用すれば、この審査に最適であろう疑似人格を形成し、実際の僕を隠蔽することもできてしまう。まあなるほど。もちろんそういうこともできると検討しただけで、不正を実行する必要性は感じない。この思考もモニタリングされているし。あなたが納得するのであれば即時実行します。その前に何か言いたいことは。記憶喪失も映画のネタとしてはいいですよね。主人公である人物そのものが観客にとっての大きな謎になり、それが魅力になるし、まあそうだね。まあ、あの前作というかクナドコッキーの主人公もね、記憶喪失なのかどうか分かんないけど、まあちょっといろいろそういう系でもあったからね。まあちょっとあっちはあっちで違うんですけど、まあ向こうは見てみてください。向こうは向こうで何もわからないまま記憶を失う前の自分とは正反対のことをしているとか、最高に実行実行めんどくせえやつだったなはい、ということで、じゃあ今回はここまでにしようかなと思います。あ、面白そうな主人公だな。まあ初多忙だったけどね。もう初多であり、まあ、女性らしいからな。まあでもなんか声としては今の声でずっと統一なのかな。てか楽でいいわ、ね、やっぱ主人公に声があると話にね、こう注力できるから。はい、ということで、まあ今回はここまでという。なんかすごい場所だね。ここどこなんだろうね。はい、じゃあ次回もお楽しみに。バイバイ、ありがとうね。